蕎麦。蕎麦何蕎麦が好きか。ははは相葉さん蕎麦好きですもんね。蕎麦好きですね。うん、最近だよ。最近の。はい。ベスト3。ちょっと待って。ちかさんはあれじゃないの絶対おろし系が入ってくると思うんだよな。あ、はいはいはい。わかりました。いや待ってよ。3つだろはい。うわ、むずいな。俺ほんと蕎麦好きだから。<laughs> うん。うわぁ。1位がちょっと出てこないんだよな。 ああああじゃ第三位からいこうか。第三位。はい。ちなみに俺今日も食ったんで。はあはあはこれからいいですか。はい。親子なんそば。親子なんそば親子なんそばっていうことは親子なんばああはは鶏肉と卵が入ってるそう。おー。親子丼の。そう、あったかいやつ。あったかいやつですね。うん。はあ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 。チカさんは僕第三位。かけそばです。 あ、やっぱ。<laughs> <laughs> やっぱりだなって思った。っかけそばかおろしは絶対入ってくるなちかさんの年代はと思った。うね。いろいろ考えたんですけど、あと二つは、あの、ちょっと具を乗せるので、あの、もう一個は具なしにしとこうかなと思ったんですね。なるほど。じゃあ第二行こうか。第二<に>。でね、俺はね、うん。カレーそば。あ、そうですか。僕、とろろそばですね。 トロロねえ、トロロいいけどね。トロロ好きでしょトロロ好き。あの、でも、ちょっと前だね。トロロ。ちょっと前だったら3位までに入ってた。今は入んないな、俺。トロロは、あったかくてもいいし、冷たいそばでもいいですね。一応、まあまあまあ、わかるけどね。トロロいいですね。王道だね。第1位。第1位。これはもう。いいですか、俺から。あ、いいですよ。わかめそばはあ すごいシンプルですね。第一。しかも今日食べたんだけど。もう、わかめそばのわかめ大盛りで頼むの。もう見えないからね。あばそれぐらいが好き。わかめそばだかそばわかめだかわかんないような感じだね。そうだね。そばの、そばのいわかめみたいなね。わかめが中心かもしれない。もしかしたら。うん。1位何僕1位、天祖。天ぷらそばですね。 てんそっていうの。いうん、違う。てんそ。てんそ。てんそ。嘘を言ってみよう。すみません、てんそで。うん。通じる。通じるんじゃないですか。蕎麦屋さんでは。てんそ一つ。てんそない、蕎麦屋ないですからね。てんそは。あの。最初から。もう浸ってるやつと。別で来るやつとあるでしょはい。どっちがいいですか。いや、でも、乗ってていいですよ。 あの、その代わりこうね、かき揚げのね、ものすごいこう、こう、分厚いかき揚げみたいなやつがいいですね。あー、うん、衣が超でかいやつ。なんかこう、高いやつ。もっこりしてさ、上顎に刺さりそうな、こう、か、か、へ<ー>かき揚げがあるんですかそれ俺出会ったことないけど。そうですか。俺は、うん。テンソだったら、うん、もうビチャビチャに浸ってて、もうサクサク感がなくていいんですよ。あ、そうなんですか。 あのもうなんなら、その蕎麦の中で、衣とエビが離れちゃってもいいぐらい。ああ、そうなんですか。エビが裸に。裸になってもいいぐらい。好きだな、はあ、そっちの方が好きだなサクサクより。